あのボールもゲームもねきちんとコントロールできるか、その中でまあ先制点を奪えてできるか、まあ、その直後に失点してしまって、ただあの選手たちにハーフタイムされたのは非常にいいゲームをしているから、あとは最後のところですけど、必ずこんだけねあの自分たちが走ってボールも動かしたから相手は疲れてくるんで足止まるんで、そのチャンスを、ね、逃さないで確実に決めれば勝てるかなと話しました。やっぱりその何回攻めたかっていうよりは何点奪ったかっていうので勝負が決まるのがサッカーなので、 もっともっとあのゴールにねこだわってやっていきたいと思います。厳しいね戦い続くと思うんですけど、その中でねきっちり勝っていくことだけなので、本当に選手たちはねよくやっていきたいと思います。